こんにちは。今日は2022年7月の13日です。定例会が終わってね、しばらく空いてたんですけれども、この間割とね、広報のね、原稿を書いたりとかしておりました。僕はね、担当が産業構成常任委員会の原稿であるとか、自分の一般質問の原稿であるとか、そういったものを作ったりとか、そういったことをやっておりました。その他ね、いろんなちょっと次の一般質問の資料の準備等もあったりですね、そういったこともしてたという感じです。で、本日はですね、午前中に、研修会がございまして、芸北のね、芸北地域のね、キレイセンターの運営状況についてという研修会と、あと防災についてというね、研修会午前中受けてきました。キレイセンターのね、運用はやっぱりゴミが増えている中でどうやってゴミを減らしていくかっていうね、そういったことであるとか、ゴミの再利用ですね、そういったのをどういうふうにしていくかっていう部分の お話でした。あとね、プラゴミをね、やっぱりね、ちゃんとプラゴミと燃えるゴミをきれいに分けた方が、ゴミが減りますし、皆さんね、ゴミ袋を買ってると思うんですけども、白い袋よりやっぱりピンクの袋の方がね、安いので、ちゃんと分けた方が、お得であるとね、そういったことをね、ちゃんとしっかりやりましょうというようなね、お話でした。またね、防災についてやはり早めの避難ですね、もう自治体がハードの整備には限界がありますので、やはりね、自主避難というか早めに避難をするということをね、しっかりやっていきましょうというようなね、お話でした。その中でね、自主防災組織各地域にありますので、ここをね、しっかり活用できる、活用といいますかね、自主防災組織がしっかり動きやすくといいますか、できるようにそういった体制をね、しっかり作っていかなければならないというような、そういった研修会の内容です。はい。その後ね、午後からですね、ちょっと三好市の方に行ってきまして、秋田方の議員さん、僕と南沢さんなんですけれども、あと三好市と庄原市、秋尾太田町と、あとね、島根県の飯南町のね、議員さん、数名ちょっと集まりまして、飯南町の議員さんがですね、公式 LINE、 議員活動に公式 LINE を使っているというお話が先日あったので、ちょっとそれの活用方法についてね、勉強させてくださいということで、何名か集まりまして、ちょっと勉強会をしてきたという感じです。活動といいますかね、活用方法はね、非常に可能性があるなと思って、情報発信のツールとしてはね、すごく便利だと思うので、ちょっとね、市政クラブの方でね、公式 LINE のページを作れたらなというふうに考えております。これもね、まだやってみないとわからない部分も多々あるんですけれども、ちょっとそういった取り組みもしていきたいなと思っております。はい。それでね、今日大事なお話というかね、いよいよ明日から地域懇談会が開催されます。私が議員になってからですね、コロナの影響もあってずっとね、延期という風になってたんですけれども、ようやくです。明日からね、明日は八千代ですね。で、ちょっとここに載せときましょうか。こういう感じでね、八千代、緑、あとね、高田向原だったかな。で、吉田、高宮か。という順番だったと思うんですけども、ちょっとね、うる覚えなんで、横の表を見ていただいたらと思います。そういった感じでね、地域懇談会、各地域回りますので、ぜひ多くの皆さんね、いろんなことをね、言いたいことがあると思うので、もうしっかり参加していただいて、思う存分ね、意見をね、述べていただけたらと思います。そういった感じでね、今日の活動報告は終わります。ご視聴ありがとうございました。